はい、どうもはい、それではですね、DSPM 人狼部第2回配信が始まりました。私がマクマム MC を務めさせていきます、松田一大でございます。皆さんどうもよろしくお願いします。お願いします。それでですね、ポンちゃんの方にですね、進行をですね務めさせていただき、お願いしたいなと思います。どうぞ。はい、ではまずね、視聴者の皆さんに私たちが番号順で自己紹介をしていきたいと思います。はい、はい、まずは1番の天夏ゆずです。バンド社内もマックス仲良しをやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2番のバンド社内もマックス仲良しディープマリンブルー担当のももちゃんことおももこさんナイズです。初参戦よろしくお願いします。お願いします。はい、3番虹のコンキスタドールの中村あかりです。私も初参戦です。よろしくお願いします。お願いします。はい、4番のアルカナプロジェクト、そして単独戦闘型アイドルとして活動しております。北陸の青い彗星、青にゃんこと空なおさらです。初参戦ボンボリマーチ、よろしくお願いします。お願いします。はい、5番のエンゲージングの青色担当、あまねです。初参戦です。よろしくお願いします。お願いします。はい、6番のイロー所属、佐伯つみきです。頑張ります。お願いします。はい、7番の舞川みやこです。劇団ディアステージという劇団に所属している女優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、8番 DSPM スターズの東条泉です。初参戦です。よろしくお願いします。お願いします。9番ディアステージ所属、続きあやびです。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、10番、リリー楽器団っていうガールズバンドのボーカルをしています。キサラです。初参戦頑張ります。お願いします。お願いします。はい、最後です。11番の、すいません。Z 所属、大滝沙織です。自分の事務所間違えました。お願いします。でも、パーフェクトミュージックさんでもないんですけど、人狼ではないので、お願いします。早いな、お願いします。ということで、今回は私たち、ディアステージパーフェクトミュージック所属のタレントが人狼ゲームで競い合う部活です。皆さん、よろしくお願いいたします。お願いします。配信のハッシュタグなんかもありまして、DSPM 人狼部で皆さん、ぜひぜひつぶやいてください。はい、お願いします。はい、さて今回はニコニコ生放送での配信になっております。ゲーム参加の私たちはコメントを見れないのですが、みんなアーカイブを見ると思うので、たくさん応援コメント書いてください。終わってます。はい、私がね見えますので、ね、幽霊タイムなどなどでね、あとですね、1戦目の夜まで、誰か最初に追放された後までは無料ですけれども、その後有料になっております。まあ、一番気になるところでね、切り替わりますので、ぜひね、今のうちに有料放送に、ね、切り替えたいなという方をお願いいたします。お願いします。じゃあ、あかりかぶっちゃうけど、またお願いします。はい。はい、ツイッターでは、ハッシュタグ、DSPM 人狼部での応援をぜひよろしくお願いします。はい、そうですね。はい、お願いします。はい、そして前回の MVP は、第1戦目がみやこさん、みゆさん。そして第2戦目がゆずさん、つみきさんでした。おめでとうございました。すごかったね。はい。現在で MVP 予言を募集しました。正解者には MVP ですね。MVP メッセージ入り色紙が、はい、当たります。はい、エールでね、やっておりますね。もう3時で締め切っちゃいましたけどもね。ぜひね、誰が当たるか見てください。はい。今回は誰が MVP になるのでしょうか。はい、気になります。はい、それではでもね、第1回目でも来てくださいましたあの方を早速呼んでみたいと思います。私たち人狼部を導いてくれるゲームマスター、せーの、
マガタさん。あ、どうもどうも、マガタです。よろしくお願いします。妖怪が現れました。人狼伝道師と名乗ってます。普段はアルティメット人狼などのイベントの主催をやっております。今日はよろしくお願いします。お願いします。狼じゃないですか、すでに。あ、そうなんです。狼で、ちょっと今日は、はい、張り切ってみました。張り切ってますな。シャツ着てます。はい、シャツ。はい。はい、ではマガタさん、早速申し訳ないんですけども、はいはい、今回の人狼ゲームの役職を教えてください。はい、今日は11人でやります。人狼が2人、そして裏切り者が1人、この3人が人狼チームになります。そして村人は占い師、占い師は最初から1人人狼でない人を教えてもらっています。その方は人狼ではないんですが、裏切り者だったり霊媒師だったり騎士だったりするかもしれません。そして、霊媒師は、前日追放した人が人狼か人狼でないか、知っている人ですね。そして騎士は自分と2日連続同じ人は守れません。それがあとは村人の方ということで、人狼チームは3人います。狼は2人、この狼2人を、見事追放できた時点で村人の勝利。村人と人狼の数が同じになった段階で、人狼チームの勝ちとなります。皆さん頑張ってください。頑張ります。はい、なるほど。でも、はい、早くに追放されてしまったら顔出しはできませんか。そうですね、まあ、はい、どうぞ。どうなんですかその辺は。まあ大丈夫です、ご安心ください。はい、追放者はですね、はい、あの夜の霊界タイム、幽霊タイムとも呼ばれますけども、はいはい、じゃあビデオチャットをオンにしてフリートークをお送りいたします。はい、なるほど、なるほど。じゃあ推しの人がもういなくなっちゃったからもう見るのやめようなんて思わないことがいい、ね、思わないでね、うん、また出てくるんですね。はい、フリートークで上手に堪能できますので。わかりました。もう早速なんですけどね、はいはい、そろそろゲームを始めたと思います。お、もう早い。私は消えます。はい。もう今日は早く行きますよ。まーつさん、よろしくお願いいたします。わかりました。お願いします。はい。本番直前にですね、もう役職は配っております。それでは、早速ですが、1日目の議論、開始です。よろしくお願いします。お願いします。はい。やだとかある人。はい。はい。いいですか？はい。はい。あ、みやこです。最初にですね、いつも、いつもというか、占い師とか、役職が出る人かっていうのがあると思うんですけど、はい、私、出た方がいいと思うので言うんですけど、はい、私、占い師です。はい。はい。で、とりあえず、みんな今、情報が全くない状態からのスタートだと思うので、はい、先に私が持っている情報を、まずお伝えしたいと、思います。嬉しいです。はい。で、占い師は、狼、人狼でない人を1人知れるんですけど、はい、私は今事前に持っている情報としては、ゆずぽんが人狼ではなく村人だということを知っています。はい。はい。という情報です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんは安全。はい。安全。あかりちゃん。はい、今、占い師さんが出たっていうことは、はい、このまま、霊媒師、はい、霊媒師さんは出さないでそのままやった方がいいですかね、うん、それとも、やった方がいいのかなって。そうなんだ。今夜はまだ出たいいい気がする。釣りとかの対象になりそうになったみたいですね。まあ、霊媒師は今日見れてないもんね。昨日の時点で何もないから、まだ出てくる必要ないかもしれない。なんかもしも、誰か別になんか占い師だっていう人が、みやこさん以外に現れて、なんか二人占い師がいる状況ってなったら、もしかしたら、その霊媒師を出して、その人がなんか今日一日、絶対に、人狼側じゃないじゃないですか。はい。だから、その人になんか進行してもらって、今日誰追放するかとか決めてもいいのかなって思ったんですけど、今のところ出てきてないからいいのかなっていうふうに思いました。占い師が二人いるっていうのは、人狼が嘘をついて占い師のふりをしているっていうことですよね。あ、そうです。そうです。うん。声も一人の状態だから。うん。占い師他には出ない。あ、そうだ。出なさそうですね。じゃあ、みやこさんはもう確実に白
それが本物の占い師ということですね。そうだね。ということは、ゆずさんも人狼じゃないっていうことは確定でいいですよね。イエス。おぉ、2人削れたら結構。ああ、うんうんうん。じゃあそれ以外の皆さんで今日はあの追放対象で話し合いをしたいと思うんですけど、はい、いいですか。はい、はい、そうですね、はい、お願いします。皆さんよかったらあの考えとかを言ってもらえたら嬉しいです今。あ、じゃあいいですか。はいはい、はい、なんか自分市民なんでとかそういう言い方をするのはちょっと良くないのかなっていうふうに思ってて、言うのもその発言聞いたら、その狼側陣営が、あ、この人市民だったら騎士の人大体この辺みたいなのがなんか絞りやすくなっちゃうのかなというふうに思ったので、なんか市民ですじゃなくて村人陣営ですっていうふうな言い方した方が、騎士の人のなんていうの大体の位置っていうんですかが分かりにくくなるのかなっていうふうに思いました。以上です。あ、じゃあはい、はい、今の10番キサラさんの発言によって、はいはい、私的には今日はキサラさんには投票したくないなと思いました。あ、 ありがたやでございます。人間陣営の感じが、うん、あ、空の青空さん、あ、合ってますか。私もキサラさん合ってる。キサラさんには投票しない方向で話を進めていったらいいかなと思います。うん、ありがたやでございます。あかりんどうぞ。私もまだ発言してないので発言します。はい、あのもちろん中村はですね、キサラさん逆に釣り対象でもいいのかなって思います。おお、うん、残り5分、残り5分。まだ使うんですけど、なんか占い師が後から出るっていう発言が、なんかあの元から宮子さんが偽物みたいな感じで思ってんのかなって思っちゃって、うーん、偽物だって知ってる人狼なのかなって思っちゃいました。うーん、偽物だって知ってる。あれでもあれ、ん、多分占い師が出てその後に霊媒師が出たとしたら、その霊媒師が100ってことだよね、多分キサラちゃんが。んあれ違う、そうなんですけど、今の宮子さんしか出てないのに、その疑いを初めに出したっていうのがちょっと、うん、あ、訂正させてください。私が言いたかったのは、あの多分占い師がここで本物名乗り出てきたら、うん、あのゆずさんみたいな感じで絶対にその人間っていう人分かる人が出てくるじゃないですか、うんうん、っていうのは狼側避けたいのかなって思ったから、もしかしたらもう一人出てくるのかなっていうふうに考えちゃったんですよ、うん、でもしそうなったら、あの他の人たち的にはどっちが本物か分かんないから、絶対に村人陣営である霊媒師を出してその人に信仰してもらったらいいのかなっていう話をしたので、あの何、うん、絶対決めつけてるっていう風な言い、うん、絶対決めつけてるっていう感じに言いたかったわけではないです。そこは、うん、あのうまく言えなくてごめんなさいっていう、以上です。はい、はい、あ、そのキさんが、はい、ここから今発言してない人たちが、うん、その中で追対象かなって、うん、ね、私はあのキサラちゃんが言ってた、あの私村何もない村なんでっていうのはあの、うん、すごい反対だったので同じ意見です、うん、で私が今言えるのはあの村なんだけど、あの今日釣られたくないっていうことです。残り3分、なるほど、わかりました。はい、あ、つみきさんが手を挙げてて、つみきちゃん、はい、あの一意見としてなんですけど、はい、あの宮子さんが占い師として、うん、あの確定って皆さん言ってたじゃないですか、はい、でもそれはまだ完全に 100% は信用してなくて、私は最初に出たら、うん、最初に死ぬ、あ、釣られて、あ、釣られはしない。襲撃される確率が高くなるから、うん、占い師から、うん、自分からあんまり言いたくないんじゃないかなとも思うので、なるほど。100はごめんなさい、信じてないので、今日は釣りとか襲撃、あ、今日は釣りじゃなくていいんですけど、100は信じ
聞いてないっていうこと。結構も聞けますしね。うんうん、あと、あまねちゃんよかったら、はい、今、まだお話ししてないので、はい。思います。あまねも村人陣営なんですけれども、はい、今日はちょっと殺さないでいただけた方が、ちょっとありがたいなという気持ちを伝えておきます。はい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 、あ、東條さんが。はい、私も今日は殺さない方が、殺さないでください、殺さない方がみんなじゃん待ってやばいみんなあのちょっと確認なんですけど、みやこさんの占い結果ってゆずぽんさんでしたっけ。そうです、そうです。はい、あのさっきつみきさんが言った、みやこさんが本当じゃないかもしれない、本当の占い師じゃないかもしれないっていう発言的に、私は今日つみきさんを結構疑ってて、今この段階で人狼または狂人がみやこさんだったとして、占い師ですって出てきてて、本物が出てこないわけがないし、村人陣営的には占い師って嘘が出てきてるのに、いやいや自分でしょって言わないと村人的には結構不利なんですよ。そうです。不利まま進んじゃうんで。なんでちょっと今ので、つみきさんに今日は投票するかもしれないです。すみきさん、あの、私だったら言いたくないなって思っちゃっただけなので、うん、なんだろう。あの、私がもし占い師だったら死ぬ確率が高くなるから、あの、最初には言いたくないんですよ。なるべく、あの、二日目ぐらいに言いたくて、自分の。っていう、そういう話だけです。わかりました。あと、村陣営です。はい。はい。すいません。もっと議論をしたいところだと思うんですが、議論時間以上となりました。早い。では、これから投票の時間となります。投票は自由投票です。投票先決まった人から手を挙げていただき、私の方で指しますので、はい、ではももさん、木更さんの順でいきましょうか。ももさん、はい、私はあのすごい好きなんですけど、6のつみきちゃんに今日は入れます。ではつみきさん1とやって、ももさんはミュートでお願いします。木更さんかな、はい、手挙げさん、はい、はい、どうぞ。私も泉さんに、あ、私もじゃないや、私8番の泉さんに投票したいなって思います。では泉さん1とやっていただき、木更さんはミュートでお願いします。はい、あやめさん、あおにゃんさんの順でいきましょう。その次さおりさん、あやめさん、はい、私は、6番つみきさんに今日は入れます。理由はみやこさんを占い師、今本当に皆さんの言ってる通りで、みやこさんが本物の占い師だと思いたいのと、本物の占い師さんが本当にいたとしたら、もしかしたらつみきさんじゃないかっていう気もちょっとしたんですけど、その出たくないからっていうつみきさんの意見じゃなくて、みやこさんが今日は占い師として見ているので、つみきさんに入れます。では、つみきさん2票目入りました。あやむさんミュートでお願いします。あおにゃんさん、さおりさんの順でお願いします。どうぞ。あおにゃんです。私はつみきさんに入れさせていただきたいです。理由なんですけど、みやこさんが占い師っていうのが多分今のところはすごい濃厚な気がするので、つみきさんに入れます。はい、ではつみきさん3票目、あおにゃんさんミュートでお願いします。さおりさん、あまねさん、泉さんの順でいきましょう。さおりさん、はい、はい、1,2,3 あれ、もう結構決定票になっちゃうかもしれないんですけども、6番のつみきさんに入れたいと思います。議論中に言ったことがそのままです。以上です。はい、つみきさんに4票目が入りまして、さおりさんミュート、あまねさん、泉さん、つみきさんの順で、あまねさん。はい、私も6番のつみきさんに入れたいと思います。理由は、今、本物の占い師がいたとして、その人が名乗り出ないメリットがないのかなと思ったので、つみきさんに投票させて。はい、ではつみきさん5票目、あまねさんミュート、泉さん、つみきさんの順でお願いします。泉さん、はい、私もみやこさんが占い施設が濃厚なんじゃないかなと思ってて、でそれでその他が誰かいるってなると、ちょっとまたなんて言うんだろう、なんか疑うのはちょっと違うのかなと思ったので、つみきさんに入れます。つみきさん6票目ですね。つみきさん、泉さんミュートでお願いします。つみきさん、どうぞ。はい、あの今日、あ、
私は8番の泉さんに入れさせていただきます。今日は死にたくないので、あのもう死にそうですけどお願いします。はい、では泉さんに表明で、つみきさんはミュートでお願いします。みやこさん。はい、私もつみきちゃんに投票します。今すごく悩んでいたのは、あの正直これで決まってしまうので他の人で疑わしい人っていうのをすごく悩んでいたんですけれども、ちょっとどうしても私の中で濃厚なのがつみきちゃんしかいなかったので、つみきちゃんに投票させていただきます。はい、ではつみきさんが7票目、みやこさんミュート、あかりさん。はい、私もつみきさんにすいませんが投票させていただきます。なんかもう結構票持ってた自覚はあるんですけれども、まあ、決定票が誰かとかはちょっと見てました。すいません、はい、いただきます。はい、つみきさん8票で、あかりさんはミュート、最後ゆずさんですかね。はい、私は沙織さんに1票入れます。つみきちゃんがこれだけ票入っていて一番目で、人狼陣営が見切るとも思えないから市民なのかなって思って、そこに決定票を入れたっていうのが結構人狼っぽいかなって私は思ったので1票入れました。はい、すべての投票が終わりました。投票の結果、本日最多投票はつみきさんとなります。つみきさんは皆さんに遺言が言えます。遺言の方を解除して、はい、どうぞ。普通の村人でした。頑張ってください。勝ちたいので絶対勝ってください、お願いします。はい、ではつみきさんがその場に残っていただいて、他の方はビデオの方を停止してください。では夜のターンに行きます。はい、どうも、はい、1日目の夜になりました。1日目の夜の、通用者は佐伯つみきちゃんとなりました。はい、初めてですかね、この時間にいるのはね。初めて。あ、でも、そうですね、初めてです。はい、じゃあ所属と自己紹介お願いします。はい、パーフェクトミュージック所属、はい、ビローの佐伯つみきです。はい、よろしくお願いします。それでですね、この時間でですね、無料タイムは終わりましてですね、これから有料タイムになりますので、この続きが気になったという方、誰が嘘ついてるのか確認をしたい方はぜひね、有料の方も、配信視聴ぜひお願いいたします。はい、それで初日の夜ですね、皆さんが今何をしてるか、つみきさん説明してください。はい、今は夜の時間になっています。夜は役職者が活動しています。占い師は一人を占って、その人物が人狼か人狼じゃないかを知ることができます。霊媒師は追放された私を、うん、そうだね、人狼か人狼じゃないかを知ることができます。果たして、そして騎士は誰を人狼の襲撃から守る誰を人狼の襲撃から守るかを決めています。そうだね、はい。で、人狼たちは、人狼たちは誰を襲撃するかを決めています。というわけでね、今見えてない外で皆さんね、駆け引きがされているわけですけれども、まあその時間がね終わりますまでちょっとフリートークをしたいなと思いますけれども、はい、つみきさんはウイローというね、はい、活動していて、僕この前ですね、はい、なんかちょっとしたことで横浜ブロンテンのなんか調べてて、すごいライブを見てみましたよ。なんかありがとうございます。映像がわーっつって、そうなんです、あれすごいですね。なんか後ろがスクリーンがすごいやつ、ね、すごいやつでしたね。すごかったです。かっこいいと思って思わず見ちゃって、なんかちょっとうちの子がやるかもと思って、なんか、うん、マネージャーさんのツイッターで見たんですけど、なんか1年目とかなんかありました。そうです、こういうちょうど明日、うん、来月の明日でデビュー1年目になります。そうなんですね。そうです。それまでは？それまでは違うグループでやっていました。じゃあちょうど1年なんですか。1年経ってどうですか。なんかまあちょっとね、コロナでね、最近はバタバタしちゃってると思いますけど。うん。1年って早いですね、本当に。もうあっという間。あっという間です。なんか
何してたんだろうって思って何してたんだろうって何かしてたでしょ何かしてたけど、うん、結構ライブしょっちゅうやってたライブはライブやってましたでもなんか、うん、ライブやるたびに、うん、もう慣れてんなと思いませんよねえどういうことえなんか、うん、1年やってライブ慣れたわとか思わない思わない未だにね未だに新鮮な気持ちでねはい、あはい、すみませんもっとたくさん話を聞きたかったんですが大丈夫ですよ室野さんが終わったようですはい、はい、それでは僕ら退散しますでは生きてる方戻ってきてください生きてる方戻ってきてくださいはいということで、昨日ですね地の乗された死体は見つかりませんでした、はい、おーすごいすごい。では2日目の議論スタートです。すごい。岸さんナイスですねマジで。すごい。本当にすごい。ただあとは岸さん目線はその守った人があの村人かもしくはまあ占い師霊媒師誰守ったのかわかんないですけど、まあ、人間っていうことが確定したってことですよね。ってことは本当にすごい。すごい。ももさんミュート解除してください。ももさんミュート解除。あ、本当だ。昨日の結果を教えてください。はい。お願いします。はい、お願いします。はい、私は泉さんを占いました。うん、やっぱりあのまあ積木ちゃんが怪しんでいたし、うん、あと木更ちゃんかなも投票していた、はい、と、はい、思いますし、うん、あとなんだろうちょっとこうやっぱ。どっちだろうみたいな怪しいなって思う発言も多く見られたので泉ちゃんを占ったんですけど泉ちゃんは村人でした。ただはい。あでまだ続くなら大丈夫。なんかもし見てる人がと思ってあれなんですけど私が占いで占えるのって、村人かそうでないかしかわからないのでもし裏切り者だった場合はちょっとわからないです。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。かりん。ですか？はい。私が占い師です。昨日潜伏した理由を説明します。お願いします。昨日、今回今グッジョブ出たじゃないですか、岸さんの。そうですね。で、それがどっちになったかがわかんなくて、私目線は、みやこさんかゆずぽんさんを守ってグッジョブが出たんだなとは思っています。で、とりあえず私の占い結果が、初日が天音さんが人狼ではない。で、今日が木更さんが人狼ではないと分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆずぽんさんを囲いだと思って、一回疑ったんですよ。占おうとしたんですけれども、はい、最後の投票がすごい白く見えたので、占い対象からは外しました。で、もしかしたら襲撃されるなっていうので、占いからはちょっと外しました。で、今回ちょっとミスったなって思ったのが、キサラさんが、その、占いが二人出るっていうのが引っかかったから、占ったんですけれども、はい。よりも決定票を入れたサオリンさんを占うべきだったなっていうところは、ちょっと、謝りたいところです。で、みやこさんの城崎の松尾町さん、泉さんが、うん、まあ、どっちなのかっていうのは、私はまだみやこさんを占ってないので、狂人人狼わかりません。なので、はい、裏切り者、だった場合は、人狼っていうのは分からないので、そこのラインはまあ、ちょっとは見ますが、裏の切り物だった場合は、と思うと、まだ、フリーな感じです。以上です。あ、キサラちゃん。とりあえず、あかりさん、占ってもらってありがとうございますっていうのと、あと、まあ、占い師2人出たんで、やっぱり霊媒師出すべきだなって思うんですけど、うん、どうですか、うん、同じ意見です。あまねちゃんはです。そしたら、はい、まあ、そうです。で、この流れで言うんですけど、あまねが霊媒師です。はい。はい、で、昨日、つみきちゃん、はい、が人狼か人狼でないかっていう、あれなんですけど、人狼ではありませんでした。はい。了解です。はい。残り5分、残り5分。もう一つ、意見なんですけど、はい、今回、岸さんが、守った先が結構知りたいと思うので、それで結構白先っていうのがわかるじゃないですか。その岸さんと守った先、二人は確実に白っ
ていうのが分かるので、そこ詰めちゃってもいいのかなとは思います。いやー、それはすごい。そうなんだね。そうなんだね。私は今に、はい。今の発言で結構、あかりちゃんが、怪しいなってかなり思い始めて、思っちゃいました。いくらなんでも言って、離れてると思うから、ちょっとうますぎちゃうかも。いや、あやめちゃん、はい、あやめちゃんかな、全く話してないんですけど、私は、さっきのももさんの意見と同意見で、やっぱりみやこさん、みやこさん違う。私が言いたかったのは、その同意見なのと、あと、岸さんを、やっぱりまだ出さない方が、この後もグッズブしてくれるかもしれないから、って思うと、岸さん出てほしくないです。岸さん、ちゃんどうぞ。わかりました。あおにゃんかな、あおにゃん。いいですか、はい。あかりんが、裏切り者かなってちょっと思ってて、それが、なんかまあ今までの発言プラス、さっきの投票の時に最後ら辺だったのがちょっと気になるなっていうのが、最後ら辺だったのが自分が占い師だからです。なんか、占い師だったら普通に、何っていうか私、占い師普通に、まあその裏切り者だと思うんだけど、普通に出て、来ると思うんですよ。1回戦目で。だからなんかみんなわかると思うんですけど、っていうのと、私は占い師から言わせてもらうと、普通に、出てきてほしくないです。騎士。占い師ね。言わないでほしいですね。残り3分、残り3分。ゆずさん。多分だけど、もし、神崎が今日私でグッジョブ出てたら、今日、釣られちゃうんで、ちょっと一件だけ言っときたいんですけども。はい。あかりん、か、みやこさんのどっちかに、なんかわかんないけど、やっぱどっちかが人狼とかの気すらしてしまって、狂人とかではなく。なるほど。で、もし人狼だった場合、この今言われてる4人の中に、確実に人狼の仲間がいるような気もしちゃって、なんかやっぱりもう、これから先、ちゃんと洗ってほしいです、もう一度。今のゆずさんの意見聞いてなんですけど、もしその仮にゆずさんでグッジョブ出てた場合って、私も、今、みやこさんは人狼なんじゃないかなって思いました。で、そう思った時に、東條さんがやっぱりちょっと、私の中でですね、黒くなったかなと思います。その2日目で囲ったのかなって。なるほど、なるほど。難しい。あ、東條さん。はい。みやこさんが、なんか私、を白って言ってくれたので、すごい信頼したいんですけど、まだどっちがどうなのかっていうのは私はちょっとまだわかんない状態です。で、もう一つ謝りたいのが、はい。つみきさんが、占い出たくないって言ったじゃないですか、本当だったら、そんなショックだから。で、その意見ですごい納得してたんですけど、この2位に逆らった時に、私に襲撃される可能性が出てくるかなって思って、その意見に乗っかって同化しました。はい。今日は、ちょっと時間もないんですけど、占い師2人の中から投票しますか？はい、他からいきますか？かっこいいね。ちょっと怖いな。また半々。でもどっちかは、どっちかと思うんですけど、人狼かもしくは狂人か本物かだと思うんですけど、そのまだその中にどちらかに本物の占い師がいるような気がする。いや絶対いると思います。 100% いると思う。最初はやめた方が市民のためかなと思いました。そうですね。もう一日、はい、私意見したんですけど、はい、今占い師をまあ、みやこさんも含めて、処刑しない方がいい理由なんですけど、今すごい疑われてるじゃないですか、偽物じゃないかって、で私本物なんですけど、多分相手は噛みづらいと思うんですよ。私を偽物に仕立てる方が楽だから、なので、この2人はまず残しておいて他から行ってほしいです。はい、こっから、私はとりあえず、占い師名乗り出てるみやこさん、あかりさんと、あとそれぞれから、人狼じゃない認定もらってる、ゆずさん、いずみさん、あとあまねさん、私以外の人から今日は追放を決めた方がいいのかなっていうふうに思いました。
もう占いはまだ行かずに、明日のその占い結果とかでもうちょっと情報が出るのかなっていうふうに思います。そこまでです。議論はそこまでとなります。はい、議論時間終了で、これから投票時間になります。自由投票です。投票したい先決まった方から挙手お願いします。あおにゃんさん、あかりさん、ももさんの順でいきましょう。あおにゃん、なんかやっぱりその占い師の2人には入れない方がいいかなと思ってるんですけど、なんかその出てくるタイミングがちょっとやっぱりおかしいなと思ったんで、あかりさんに投票させてください。では、あかりさん1とやって、あおにゃんはミュートでお願いします。はい、あかりさん。はい、私は今のキサラさんの、先ほどのキサラさんの意見を聞いて、まあまだ何も分かってないグレーなゾーンから行きたいと思います。で、私はサオリンさんに投票します。やっぱり昨日の決定票だった。で、まあ今夜占おうとは思ってたんですけど、こんな感じになってしまったので、ちょっと投票させてください。では、サオリンさん1とやって、はい、あかりさんはミュートでお願いします。ももさん、泉さんの順。ももさん、泉さん、キサラさんの順でいきます。ももさん。はい、私は3のあかりさんに入れようと思います。はい、はい、ではももさんミュートでお願いします。泉さん、キサラさんの順でいきます。泉さん。キサラさんが言ったように、そのまだちょっとリスクが高いかなと思って外して、占っても白って言われた人も外して、でその3、余った3人の中からちょっとまだ分かんないなっていうので、あやめさんに入れます。なんか、うん、ちょっと喋ってないのもちょっと気になる。あやめさん1とやってください。泉さんミュートで、キサラさん。はい、私もさっき話した理由から、あやめさんに入れようかなっていうふうに思います。はい、ではあやめさんに、キサラさんミュート、あまねさん、みやこさん、さおりさんの順でいきましょう。はい、4番のおにゃんさんに投票させていただきます。キサラさんミュートでお願いします。4番のあおにゃんさんに投票させていただきます。理由がキサラさんの話を聞いて、占いの結果がまだ出てない人の中から投票した方がいいかなと思ったので、票をばらけさせるためにあおにゃんさんに入れさせていただきます。はい、ではあまねさんはミュートでお願いします。みやこさんですかね。で、その次さおりさん。はい、はい、私は今あかりんが人狼じゃないや、裏切り者だと思っているので投票する必要はないかなと迷ったんですが、3番のあかりさんに投票させていただきます。理由はどちらだとしても、確実に怪しい人を投票していった方がいいと思ったからです。はい、では、ミュートにしていただいて、次手を挙げたのは沙織さんですね。はいはい、はい、投票します。今投票が遅くなってしまったんですけど、最後の宮子さんの票を見て、対抗している占い師同士だったら、普通は占い師同士で対抗同士で票を入れると思っていたんですけど、まさかの私に入ったので、これはもしかして人狼のやることな、あかりんが人狼のやることなのかなと思ったから、今日は3番あかりさんに入れます。ごめんなさい。はい、あかりさん4票目が入って、沙織さんはミュートですね。あやめさん、ゆずさん、じゃああやめさんどうぞ。はい、私は迷いますが3番あかりさんに入れます。理由はそうですね、まだ占い師は分けた方がいいと、やめた方がいいと思ったんですけど、ここの皆さんの信頼、なんか票が入っているのを見てあかりさんに決めました。お願いします。はい、あかりさんにお読み入り、あやめさんはミュート。最終票ですかね、ゆずさん。はい、ちょっと一瞬悩みます。はい、はい、ゆずさん。私は8番の泉ちゃんに1票入れます。釣られたくないって言ってた理由があんまりピンときてなくて、騎士だとしたらもう透けちゃってるなっていうふうに思って、でもそれを言ってたのもう一人いたんで、どっちかで悩んでたっていう感じでした。はい、はい、ということで、全ての投票が終わりました。本日最多票を集めたのはあかりさんです。あかりさん、ミュートを解除して遺言を言うことができます。はい、最終的な意見で、みんなの民意で
占い師、占いじゃ、占われた人以外から投票しようってなったので、私は投票しました、サオリンさんに。なので、そこで突っかかってくるのはちょっとおかしいなって思いました。私が本物の占い師です。天音さん、キサラさんは人間なので、皆さんぜひ頑張ってください。みやこさんを次の日で干してください。髪先もちゃんと見てください。さようなら。あかりさんはそのまま残ってください。他の方は、はい、ミュートをしたままビデオを停止、夜のターンに行きます。はい、というわけで、あかりんがいらっしゃいますでございます。はい、そして、はい、初日の夜、通用されたのはつみきちゃんで、初日夜に、人狼襲撃された方はいなかったと、グッジョブが出ましたね。じゃあ、あかりんの方自己紹介お願いします、改めて。はい、はい、虹のコンキスタドールの中村あかりです。わーい。わーい。わーい。あかりんはもう、スタッフルームざわつきまくりましたけど、今ね。言っちゃダメよ。何者か絶対言っちゃいけないんですけど、すごいよく喋る、ね。すごい、うまい。人狼ゲームが長いんですか？いや、人狼は好きなんですけど、よく実況を見てます、うん、人狼の。あ、実況って、アルティメット人狼とかそういうのとか、あと、まあ、ゲームのだったり、いえ、オンラインのだったりとか、うん、アプリゲームだったりとか、回数自体はでもそんなにないんですか、経験は。そうですね、実況見ることばっかりで、自分がやるのはそんなに、最近はあんまりこれぐらいです。すごい、いや、すごい、なんかそのすごいあれですかね、その雰囲気と全然違って喋るのがめっちゃすごくかっこよかったんですやられちゃいましたけどね。選ばれちゃいましたけど、まあでもすごかったですね。つみきさん見ててどうでしたか？すごいかっこよかったです。なんか、 かっこよかったね占い師ですって言ってから呼ばみたいな、かっこいいと思いました。なんか、すごい考察とかもすごいじゃないですか。それはじゃあいろいろ実況見て勉強した感じなんだ。すごい。すごい。あかりんとつむきちゃんは初めてですか？練習会で、練習会で。あ、それだけ？あ、はい、はい。そうだよね。なんか2人でまだ一緒にユニットでなんか対バンじゃないけど、そういうの、ね、あったことはないんだ。なんか対バンとかあるかもしれないけど、ちゃんとはない。ちゃんとはね。ちゃんとはないです。ちゃんとはないんだね。今皆さんやっぱなかなかライブできない状況ですけど、どういった活動を主にしてますか？じゃあ、あかりか、はい。あ、すいません。私はインターネットサイン会だったり、個人的にはゲーム実況配信をしていたりです。うん、ゲーム実況配信何やってんの？あ、スプラトゥーンとかやってます。あ、こないだ見ました。見たんだ。ありがとうございます。見ました。スプラトゥーン私も好きで。で、やりたいと思いました。一緒にやりましょう。友達やりたいです。嬉しい。一緒にそっか、一緒にできるやつ、一緒に配信できるやつなのかな。一緒にできます。あ、やったじゃん。もうみんな見てるからさ、これ事務所の人たち、やった。あの二人のゲーム配信をぜひ企画してください。お願いします。お願いします。私はもうゲーム結構好きなんですか？はい、ゲーム好きです。でも今スイッチ壊れてて、修理出さないといけないんですけど。ああ、修理出せないんですよね。修理出そうか。それもコントローラー壊れました。壊れますよね。そう、それは何、使いすぎとか何、すぐ壊れる。多分押しすぎなんですよ。押しすぎなんで力入っちゃう。で、ここに豆ができました。そんなに？やばい。そんなにできます？ここがすごい硬くなっちゃって。そこまで？うわ、あれも戦いなので、ずっとこうくらって押してたら戦いだから痛くなっちゃった。すいません、あ、来ました。ありがとうございます。あかりさんはアルティメット人狼にゲストで来てくれたことがあります。そうですよね、すごいです。強いです。すごい。百戦錬磨のメンバーと渡り合ってたんで。あのメンバーとやるのは大変ですもんね。あ、すごい怖かったです。ぜひまた遊び来てください。はい、ありがとうございます。はい、では2日目我々は退散いたします。ありがとうございました。では生きてる方戻ってきてください。生きてる方戻ってきてください。
本日朝起きるとそこには人狼に襲われた死体がありました。天音さんでした。では議論時間、6分議論スタートです。そうですね。すいません、ちょっと話はずれてしまうんですけど、はいはい、さっきの夜の追放者を決めるときの投票先ちょっと確認したくて、でも追いつかなくて、早めに言いましょう。はい、ごめんなさい、さっき誰が、あかりちゃんに入れた人、あかりちゃんに入れた人、あかりに入れた、ありがとうございます、ありがとうございます。あと私も入ったんですよね。私に入れた人が泉ちゃんだけで、泉ちゃん、私も木更さんも、私、はい、ありがとうございます。そうだったはずです。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。で、あと、泉ちゃんに入ってた。泉ちゃん入ってなかったか。入りました。入ってます。あ、ゆずさん。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 ありがとうございます。すいません。本当に私の時間、ごめんなさい。時間。はい。あ、占い結果先に、あ、パパッと言ってもいいでしょうか。お願いします。はい。私はですね、あやめを占いました。うん、最後に、あかりんが言ってた、あまねとキサラちゃんも、この人たちは絶対人間ですって言ってたんで、もしかしたら、逆に守ってんのかなと思って、占おうか迷ったんですけど、あやめが、占い師二人どっちかに投票しますかとか、占い師二人どっちかに投票して追放しますかみたいなことを言っていて、普通に質問でとかで言ってて、なんかちょっと、なんだろう、その意見的にギリ、ちょっと人道より、なんか絶対にそこに行かない方がいいのに、怪しいと思ったから、あやめを占ったんですけど、あやめは人道でした。はい、なるほど。そう。いや。見つけちゃった？人道なの？いやいや。あやめちゃん。いやでもなんか今話を聞いてるときに答えがどっちか分かってないのにもうおどおどしてる感じがすごい。いや違います。発言。私は出身民なんです。で、私が言ったのは、沙織ちゃんが占い師を出すって話をしだしたんです。なので、そこに関して占い師は出さない方がいいんじゃないかっていう意見を出しました。はい。喋っていいですか？はい、はい、はい。この段階で、あまねちゃんは本物だったけど、キサラちゃんはそれについでで守ろうとした人狼の仲間かなっていうふうに読んでいるので、私はキサラちゃんを疑ってます。はい。わかりました。はい。さっきあかりんが遺言で、あまねちゃん、キサラちゃんが丸ですって言って、出たんだけど、うん、それってどう思う？なんか、もう一回お願いします。残り3分、残り3分。あまねちゃんとキサラちゃんが丸って言って、あかりんが、お亡くなりになったんだけど、でもなんかそれに関してどう思いますかっていうのを、あかりんをもし狂人か人狼チーム、まあ、どの道人狼チームだとして仮定したとして。話を聞いてると、すごい、キサラちゃんのことを囲いまくってる印象がとてもあった。めっちゃずっと見ました。あと、なんか、あまねさんって、さっきの投票って誰に入れたかわかります？あかりでしたか？人をばらすために、あおにゃんさんに入れてました。あおにゃん。あ、あおにゃんさんに入れたんだ。なるほど、わかりました。思うんですけど、もうここまで来たら、確実に白をもう一人出して、あとはそのグレーの中、どっちかわからないよって人の中に人狼がいるって決めたいから、もはやこう、騎士出ていいと思うんですよね。そしたら一日、騎士が出てもいいかもって思うんですよ、確かに、それはそう思います。人間だったから。今、宮子さんが占い師っていう風で、今、この村では成り立ってるじゃないですか。まあ、信じてない方もいると思うんですけど、の場合、宮子さんが人狼を見つけた、鈴木ちゃんを見つけたってなった場合、9番の鈴木ちゃんと宮子さんを、今日は対象に挙げるべきなんじゃないかなと思うんですけど、確実にどっちかは人狼を連れるわけですよね、つまり。はい。喋っていいですか？はい。騎士です。で、最初の日に宮子さん守って生きてたんで、宮子さんが真の本物の占い師です。じゃあ今日は絶対鈴木ちゃんを追い出すべきだと思うんですけど。私、本当に言いたくなかったんですけど、騎士です。ああ、なるほど。一回こうして、借りて宮子さんを、
守ったんです。はい、あ、宮子さん守った、うんうんうん、はい、宮子さん本物だと思ってたから。でも人狼扱いされて、うん、宮子さんは狂人なのかなって。あ、ね、そうだね、その場合はそうなるよね。守り先を中盤に、はいはい、お願いします。守り先を中盤に上から、はい、あ、1日目から聞きたいです。それはももから、宮子さん、はい、で次、あの沙織ちゃんも行きました。おお、はい、あやめちゃん、あまねさんが行っちゃったんだ。で私は1日目みやこさん、うん、で2日目1番ゆずさん、で、はい、私のことを疑ってたんですけど、次の日3日目はキサラさんをシロだったっていうふうにみやこさんが言ってたので守りました。うんうん、了解です。了解です。一個気になってることがあって、はい、はい、一個気になってることがあって、何人守ったんですか？はい。泉ちゃんがやまだ釣られた、あの今日はあの、うん、投票されたくないって言ってた理由が、そうすると霊媒師です。うん、え？霊媒師です。はい。え？霊媒師です。あの、あまねちゃん死んでるからね、それはないんだよ。え、そう、今までその潜伏出てこなかった理由を聞きたい。あまねさんが多分どっちか狂人か人狼だったので、その様子を見てました、ずっと。いや、はい、でももうね、襲撃されちゃってるからもうほぼあまねさんは、ここで、だから狂人、だから狂人なのかなって、わかんないです。だからあまねさんが狂人なのかなと思ってます。議論は以上です。喋りたいことあると思いますが、投票の時間になります。自由投票になってます。自由投票です。投票が決まった方からどうぞ。ももさん、キサラさん、みやこさんの順でいきましょう。もう私目線で確定で、あ、分かっちゃったので、もうあやめさん、みやこさんからの占いでも100であやめさんに入れます。はい、ではあやめさん1とやって、ももさんはミュートです。その次僕の名前だったのキサラさんでしたっけ。はい、はい、キサラさんどうぞ。泉さんに入れようと思います。ここで出てきた理由がマジでわからなすぎて申し訳ないです。はい、ではキサラさんミュートしてください。アオニャンさん、泉さんの順でどうぞ。私はあやめちゃんに入れさせてもらいます。さっきのあの投票の順番で結構あの最後ら辺に残ってて、ちょっとなんか考えがあるのかなって思ったらこんな感じだったので、あ、もしかしてって思いました。はい、ではアニャンさんはミュートしてください。手挙げた泉さん、手挙げてました。はい、泉さん、沙織さんの順でいきます。そう、私さっきもあやめさんに入れたんですけど、もうあやめさんだと思います。もうそのまま、はい、あやめさん3票目で、泉さんはミュートお願いします。はい、はい、沙織さんは手挙げてましたね、さっき。あ、はい、じゃあ沙織さん、宮子さん、ゆずさんの順で。はい、はい、今ここで出てきてしまった、ギリギリで出てきてしまった占い、霊媒師として出てきた東条さんがちょっととても怪しく感じてしまったので、霊媒師の天音さんが狂人だったとしても、ちょっと今ここで出てくるのはおかしいので、今日は8番東条さんに投票します。東条さん3票目、沙織さんはミュートで、宮子さん。はい、私は9番のあやめに投票します。ちょっといろいろ悩んだんですが、まずは確実に人狼なので、そこから投票していった方がいいと思うので、9番のあやめさんに投票します。はい、あやめさん4、宮子さんミュート。ゆずさん、今って泉ちゃんとあやめちゃんどっちも 3-3 です。はい、票を確認します。泉さん4人です。あやめさん4、泉さん3です。はい、あやめさん4、泉さん、泉ちゃんに1票入れます。フォーはどちらでもっていう感じではあったんですけど、もうちょっとあの参考が欲しいなと思って、お話が聞きたいなって思いました。はい、では最終票になりますかね、あやめさんです。私は入れたいのはももさんなんです。騎士の対抗として、私のが後に出ちゃったんですけど、騎士の対抗として出ちゃったんですけど、でもここで死にたくないので、私は泉さんに入れます。はい、では、本日最多票を集めたのは泉さんとなります。泉さん、ミュート解除してください。遺言が言えます。はい、私は霊媒師でした。頑張ってください、村陣営の人、頑張ってください。
はい、では泉さんを残って夜のターンに行きます。皆さんおやすみなさい。はーい、というわけで、はい、泉ちゃんが通用者となりました。はい、はい、3日目すごかったですけども、そして2日目の夜に、襲撃されたマネさんでございます。はい、あとあかりんが、あかりんがおいで、あかりんがいないんですか。 あ、来た、あかりんが来まして、はい、じゃあ、はい、追放された人と襲撃された人ですよ。じゃあ、あまねさんから自己紹介の方改めてお願いします。はい、エンゲージングのあまねです、よろしくお願いします。はい、で、ずみちゃんもお願いします。はい、ASPM スターズの声ちっちゃくないか。声ちっちゃくないか、はい、声ちっちゃいですか。あ、入った入った入った、はい、よかったです。はい、ASPM スターズの東条泉です、よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで一気に増えましたけどもね。いやー、ひっくり返って見てましたけれども、今のはまあちょっとね、皆さんのあのゲームの進行にね繋がらないような感じでいきたいんですけど、なんかね盛り上がりましたね、あかりにね、なんかねすごかったね。うん、見てた。見てましたね。見てたかな。そうだね、はい、うん、すごいですね、本当に。約束大渋滞。ねえ、何がなんだか。やっぱ緊張しましたか、今日は。皆さん、緊張した？あかりんしてなさそうだね。全然してない。ただ楽しみなんだ。うん、今日は人狼だな、楽しみだなって思ってたんだ。さすがです。始まんないかなって。いや、始まんないかな。そうなんだ。楽しい。すごいですね。あまねさんはどうですか？緊張しました？めちゃめちゃ緊張しました。緊張したっぽいですよね。なんかね、うん、どうでした、ポン、あの襲撃された気分は。いやー、もうなんでって感じで。そうって許さん、許さんみたいな感じですよね。そうです。ねえ、ね、泉ちゃんはどうでした、選ばれて。いやー、もう難しかったですね。難しいよね。はい、ね、緊張してた人狼、この前テスト、このなんかテストをたまにするんですけど、このメンバーで、はい、なんか泉ちゃんこの前初めて人狼ゲームやったとかで、はい、そうです。今日はどうですか、緊張しました？いや、もうめっちゃ緊張しました。もう本当にすごかった、うん、もう皆さんすごいので本当に、うん、ずっと見てる感じになっちゃう。そうですね、うん、でこの前より少し慣れたんじゃないですか。この前よりちょっと慣れましたね。え、はい、うん、あのそのアルティメットのニコニコ動画さんのやつをちょっと見て。あ、見た。はい、見たら余計自信なくさないですか。いや、めっちゃなくしました。もうテンポが早すぎて。早いよね、誰かの目線こうだからっつって、はい、あれ脳みそどうなってんだろうね、あの人。本当にすごいよね。いあ、もう来ちゃった。はい、はい、お待たせしました。はい、では、はい、じゃあ来たようです。さよなら、はい、さよなら。では生きてる方戻ってきてください。生きてる方戻ってきてください。本日朝が来るとそこには人狼に襲われた死体がありました。それはゆずさんでした。それでは、あ、まず言ってもいいですか。はい、あ、お願いします。はい、私はキサラちゃんを占いました。はい、理由はあかりんが言い残す、うんうん、タイミングで、あの絶対にキサラちゃんと、あとあまねちゃんは、はい、人間ですって言っていて、でやっぱり、うーんと誰が言ってたの、ゆずぽんが言ってたのかな、なんかあのキサラちゃんだけをかばってる、うん、で、あまねがその偽物っていうか、そのカバーの可能性があるみたいな感じで言っていて、で私さっきの投票でもずっと悩んでいたので、うん、占いました。でキサラちゃんは人狼でした。バカ、違います。違う。マジかー、なるへそです。了解です。あらら、はい、あ、ちゃんももさん、あ、ミュートになってます。ミュートがミュートになってる。すいません、あの、はい、ここにいるメンバーの中でさっきあやめちゃんじゃない人に投票してたのって誰ですか。はい、うん、とりあえず今日の夜の投票対象はもうあやめちゃんかキサラちゃんでいいだと思います。うん、すいません、みやこさん目線だと、はい、黒人狼だって思ったのが、というか見たのがキサラさんとつづきちゃんで、2人今人狼が残ってる状況なんですけど、はい、狂人はみやこさん目線誰だと思いますか。私も多分いないと思います。
誰だったと思います？あ、でも、みやこさん目線だと、うん、嘘、嘘。あやめ。あの、ごめん、あやめを私の中でも消していて、あやめです。すいません。あ、ん？あやめちゃんとキサラちゃんが人狼？うん。あの、あやめちゃんとキサラが人狼で、で、怪しいと思っていた、狂人は、あの、うん、もう死んじゃった泉ちゃんです。うん、じゃあ、あかりんは誰、なんだと思いますか？私、アカリンは、あの、見れていなくて、狂人か人狼だと思っていて、で、見れていない人はちょっと完全に村人か人狼かっていうのがわからないので、その二人がどっちかだなって思っていて、そのまだ確定が自分の中でできてないんですけど、で、私最初アカリンのことを、そう、狂人だと思っていて、でも占えてないんですよ。占えないままだったから。言っていくことがあるんですけど、いいですか？はい、キサラさん。多分、宮子さん今ので、なんか、破綻したと思うんですよ。ね。そうですよね。宮子さん視点、私と、あやめさんが人狼じゃないですか。うんうん、で、対抗、占い師の対抗で出てきたあかりさんが、例えば狂人だとしたら、霊媒師二人出てきたのなんでやってなると思うんですよ。うん、いや、そんなことないと思う。あの、あれでしょ、どっちか分かんなかったってことですよ。そう。なんかごめん、あの、見れてない人が確定できていないので、うん、私が完全に見れた人で、完全にこの人が人狼だって言えるのが、キサラちゃんとあやめちゃんしかちょっといなくて、で、怪しいなって思ってた人も、うん、で、多分そうじゃない人もいる。あの、全く。はい、いや、でも、絶対に宮子さん、今日はありえません。そうですね。今日は絶対宮子さんか、いや、ももちゃんさんに投票したいと思うんですけど。はいはいはい、もう宮子さんと、ももちゃんさんが。ももちゃんさん。ももさんが、がっつりラインだと思います。はい。いや、これ、そしたら知ります。なんでかっていうと、私が本物の騎士で、最初の日に宮子さん守ってるから、もうここ確実なんで、で、キサラちゃんとアヤメちゃんが絶対に狼っていうのはもう分かってるよね。あの、アオニャンが市民っていうのも100で分かっていて、だから今、サオリちゃんがなんでそっちに行ったのかがすごい怪しい。だけど、ここ一回置いとく狼じゃないかもしれない。なるほど。だから、キサラちゃんかアヤメちゃんに、今日は絶対入れた方がいい。この意見は絶対私は。はい、はい。じゃあでも、一個言わせてください。はい。今、多分、霊媒師が2人出てたじゃないですか、うん、まあどっちかが本物でどっちかが偽物じゃないですか、うんうん、今どっちも死んでるってことは、狼側陣営が今2人生き残ってる状態じゃないですか、うん、で、そしたら宮子さんと占い師は宮子さんとあとあかりさんの2人が、うん、まあどっちかがまあ人狼陣営でどっちかが村人陣営なんで、ここ宮子さんをたとえ、うん、追放したとしても明日襲撃されて4人じゃないですか、うん、で人狼陣営は2人も消えてることになるので、うん、宮子さんを追放しても村人陣営側的には問題ないはずなんですよ、うん、なのに、うんそうですね、なんでそんなキャンモモさんがアオニャン騙されちゃダメよ。人間明日を続けるためには、うん、絶対に今日宮子さんを追放しないと明日が来ないよ。いや、だから、待って、サオリンが狂人なの。じゃあ、そしたら、ジャンボボタンして、狂人何人おるねって話になるじゃないですか。狂人はもう、数がおかしくなっちゃうんで。今、洗ってて、怪しい人がめちゃめちゃその今まで死んじゃった人でも、なんかめっちゃいて、で、それが洗えてないまま、今、来てしまっていて、で、私が占えたのが、あやめと、キサラちゃん、ね。はい、議論時間終わりです。議論時間終わりです。では、ここから投票タイムになります。自由投票です。投票先、決まった方から、キサラさん、サオリさん、モモさんの順でいきましょう。キサラさん。はい、みやこさんが確実に、その、言い分っていうのが破綻して、ごっちゃ意味わからんことになってるので、みやこさん以外投票ありません。みやこさん1として、キサラさんはミュートお願いします。沙織さん、ももさん。はい、今日投票します。私も同じくみやこさんに投票します。占い師として、嘘を言ってくれてありがとうございました。はい、みやこさん2とやって、沙織さんはミュート。その次は、ももさんでしたっけ？ももさん。ももさん、あおにゃんの順で、はい。意味がわからない状況です、今。何が起きてるんだ？なんで、どうしよう。でも、私は確実に、今唯一信用、確実な信用は宮子さんしかむしろいないので、順番的に、
あやめちゃん、キサダちゃんどっちでもいいんですけど、キサダちゃんの方が話が長くて議論時間が村人に不利にしてくる確率が高いので、キサダちゃんに入れます。キサダさん1とやっていただいて、ももさんミュートで、アオニャンさん、はい、私もキサダちゃんに入れさせてください。本当はあやめちゃんに入れようと思ってたんだけど、なんかこのままだとみやこさんがやられちゃうと思って、みやこさんのことをすごい信頼してるんで入れさせてください。はい、では、アオニャンさんミュート、みやこさん、はい、どちらにせよ決戦かなになると思うので、キサラちゃんに投票させてください。はい、ではあやめさん最終票ですかね。はい、いや、私みやこさんのこと占い師として本当に信じてたのに人狼って言われるのがすごくショックで、ただ私次の日この2人が残ってももしかしたら追放されるんじゃないかってすごい心配になっている。で、私はちょっと待ってください、本当に議論時間が長いと消されちゃうから、キサラさんに入れます。はい、ではキサラさん4票目ですかね。あやめさんはミュートで、本日最多投票はキサラさんです。キサラさんミュートを解除していただけますか。遺言をお願いします。もう何がどうなってるかさっぱりピーヤなんですけど、とりあえず、私目線なんかもうわかんない。まあ、とりあえず、みやこさんは偽確定なので、みやこさんを、次の日セノルグッバイしてほしいのと、なんで私はあやめさんに投票されたのかわからないパッパラピーヤです。ごめんなさい。とりあえず、明日は絶対みやこさん、明日は絶対みやこさんです。よろしくお願いします。さよなら。はい。では、キサラさんは残ってください。他の方は夜のターンに行きます。はい、どうもキサラちゃんでございます。やば、名言出ましたね。バッカ、バッカのキサラさんでございます。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に、本当にこっさに相当コメント荒れましたからね。あと最後、あやめちゃんに投票された時の表情が最高でしたね。いや、なんか裏切られたってなりました。最高でした。はい、じゃあキサラさん自己紹介お願いします。はい、名古屋を中心に活動しているディアステージ所属リリー楽器団がっていうガールズバンドのボーカルをしています、キサラです。よろしくお願いします。はい、はい、そして前日の夜襲撃されて使用されてましたユズボンです。はーい、出ちゃったよ。狙われましたね、そこに。いや、もうそろそろ来ると思ってたんですが、来ました。いやー、なんかすごい荒れ方してまして面白かったですね、今のも。いや、でもみんながすごいいろんな推理を巡らせてるからめちゃめちゃ見応えありますね、うん、見応えありましたね。いやー、でもバッカはもう最高に良かったです。申し訳ないです。ごめんなさい、申し訳ない。パッパラピーヤもなかなか、パッパラピーヤもなんか今コメントでかなりね、バッカの人で覚えましたっていうコメント、めっちゃ MVP ばっかって書いてあります。キサラさん絶対 MVP、 ユズポンかわいいとかですね、いろいろありますけど、ばっかはとにかく今一番視聴率高いですね。おお、過去に戻りたい。いや、素敵でしたけども、はい、リリー楽器団さんはガールズバンド、はい、そうですね。え、何を担当されてるんですか。私はボーカルなんで楽器とか何もできない不器用人間なんですけど。ボーカルが何人かいる。ボーカル、この後4戦目に出る水木がボーカルで、2人でボーカルやってる。2人か。はい。あ、バンモさんも ボーカルはが多い。ボーカル、一応みんなボーカルっていう。みんなボーカルだよ。そうだよね。でも中には楽器も弾く子もいるよみたいな感じです、ね。そうだよね。ポンちゃんも弾くんだよね。あ、そうはギター。はい、ギターだよね。はい、戻ってきました。はい、ありがとうございます。お話聞きたいと思ったんですが、大丈夫です。はい、夜の段終わりました。では、生きてる方、生きてる方、戻ってきてください。え？朝起きると、そこには、ももさんの死体がありました。
それでは議論スタートです。え、もうほら言ったじゃん、だから人間だって、だから本物だって言ったじゃん。え、どういうことですか。ももさんが狂人で、え、ちゃんももは普通の人じゃない。で待って、もう何にも今リカも誰も信じられないです。誰も信じられない、分かる。もう待って、もう意味が分からなくなってきた。え、みやこさん、占いの結果聞いてもいいですか。うん、はい。私は大滝ちゃんを占いました。おお、はい、はい、あおにゃんとちょっと迷って、うん、でちゃんももめちゃめちゃ信頼してくれてたんで、うん、なんかとりあえずいいかなと思って占ってなくて、うん、で大滝ちゃんは市民でした。うん、うん、はい、え、本当だもんそれ。えー、待って、え、今どうなってるんですか。え、だから、宮子さんの目線から、もう、鈴木ちゃんは人狼なんですよね、見たから。残り3分、残り3分。3分しかないの。え、でも、ことはさ、やめちゃんの人狼ってことじゃない。狂人、人狼か。アは普通の人だよ。え、狂人で、アオニャンが人狼。私目線だとそうですね。だって、私市民だし。それは多分市民になりきってるってことじゃなくて、え、あやめちゃん目線だと誰だっけ、誰が残ってる人狼。私が、いや、みやこさん狂人かもしれないって思ってたんですけど、うんうんうん、いやだってさわかるじゃん結果見たら。でも人狼って出たんだもん、ね、っていう風に言われたから、うん、えって思ったんですよ最初。でも、うん、そのなんか市民ってなってしまったら、あおにゃんが人狼かなって思います。あ、残り1人だって占われてないから。だってちゃんももがやられたのってさ、ちゃんももも市民っていうか騎士ってことだよね。いやーでもわかんない、狂人の可能性もある。私は今日アオニャンさんを守ったの完璧な市民だと思ってたから。でも今の案内結果見て、うん、あれ守った、ちゃんももさんを守った。え、違う、アオニャンさんを守った。あ、アオニャンさんを守った。今日市民を守らなきゃと思ったから、うん、で私はアオニャンさんを守ったんです。ちゃんももさんは私にとっては狂人か人狼だったから守ってないです。あやめちゃんって騎士だっけ。そうですよ。え、信じてもらえる。そう。え、みやこさん目線誰が、もう今日は絶対あやめちゃんですか。なんで、うん、どんな感じですか。私はもう今サオリンしか信じれないので、あとはアオニャンの話を聞きたいって感じです。うんうんうん、はい、アオニャンの話。アオニャン的にはやっぱりあやめちゃんが黒で確定じゃないっていう感じなんだけど、あやめちゃん、いや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 、でもあやめちゃんかみやこさん絶対どっちかだから、今日はどっちかに投票するべきだとは思うんですけど。残り1分です。でもみやこさんは信じたいっていう、まあでも、いや、ここまで来るとさ、ちょっと待って、この人数ってことはあと何、でもあやめがもう完全に人狼、うん、でそしたら市民側の勝利ってことだよね。あれ、今日人狼を一人だと思うから、それの人を追放したらもう勝利になるけど、みやこさん目線、あやめちゃんがもう一人だけ人狼残ってて終わるってことですよね。え、だったらみやこさんが怪しくなるけど、でもみやこさんが怪しいと思ってるけど信じてる部分もあったからすごい怖い、どうしよう。え、あやめちゃん目線はみやこさんは市民、狂人だと思います。狂人、え、うん、今日は誰に投票すればいいと思いますか。私はオーニャンしか、あ、オーニャン、サオちゃんも白って言われてる、あ、市民って言われてるから、うん、私はアオニャンかサオちゃん、うん、どっちか、どっちかで、うん、占われてないからアオニャンか、うん、もう分かる。あやめちゃんじゃないの、最後でしょ、あやめちゃんじゃないの。でもあやめちゃんはもっと愛着あるんです私、だから、ね、いやでも待って、愛着あるよ。みやこさんも信じられない、みやこさんも信じられない。私はあやめに投票します。私みやこさん信じてる。はい、では議論時間終了です。投票の時間となりました。決まった方から投票をお願いします。時間が足りません。はい、いいですか。では、あ、みやこさん、あおにゃんさんの順でいきましょう。みやこさん、はい、はい、私あやめに投票します。占った結果人狼だったので投票します。あやめさん1としてみやこさんミュートで、あおにゃんさん、はい、私もあやめさんに投票します。みやこさんを信じています。
では、あやめさん2票で、あおにゃんさんミュート。あやめさん。はい、私は、すっごく悩みました。4番、あおにゃんさんに入れます。理由は、さっき言いました。あおにゃんさん。しかも、私守ったのに信用してもらえないのがすごく辛い。お願いします。はい、では、あおにゃんさん1としていただいて、あやめさんミュート。最終票、さおりさんです。はい。投票します。4番、あおにゃんさんに投票して、ちょっと一回聞きたいです、話。ごめんなさい。わかりました。では、2票ずつ、あおにゃんさんとあやめさん、決選投票となります。最後に、弁明ができます。どちらか好きな方で結構です。では、はい、あやめさんからどうぞ。はい、私は唯一ここで黒を判定。人狼判定をされている人間なんですが、私はみやこさんの占いを信じてたんですね。でも強人なんだと思います、みやこさんが。で、私の判断だと、あおにゃんさんが占われてないイコールわからない人だから、今日はあおにゃんさんに入れたいと思ったんですけど、皆さんの票が集まってきてしまってすごく心外です。そしてあおにゃんさんを守って生きているっていうのも分かっててほしいし、私は初日みやこさんを信じて占い師、守ってます。そこを信じてほしいです。私は騎士です。以上です。はい、ではあおにゃんさんどうぞ。私はもう完全なる市民なんですけど、ずっとみやこさんを信じてるんですよ、最初から。で、あやめさんが騎士だっていうのも、なんかちょっと怪しいっていうか、ちゃんももさんが騎士だったんじゃないかっていうのをまだ信じてるんで、そんな感じで、やめてください。生きていきたいです。はい、では弁明の時間は以上です。みやこさんとさおりさんは、あおにゃんさんかあやめさんに入れます。あやめさんはじゃあチョキ、あおにゃんさんはパーとしてください。みやこさんとさおりさんは、せーので、僕の合図でチョキかパーに入れてください。で、2回、決選投票決まらなかった場合は今日は追放者なしとなりますのでお気をつけてください。では、みやこさんとさおりさん準備はよろしいでしょうか。いきます、せーの、ドン。チョキとチョキ。あ、ということで、本日追放されるのは、あやめさんです。では、あやめさん、遺言をどうぞ。はい。騎士として、ここまで全うできたことを信じたいと思います。ありがとうございました。はい。あやめさんが追放されまして、この村には人狼がいなくなりました。村人の勝利です。皆さん戻ってきてください。皆さん戻ってきてください。嘘、ちょっと待って。あ、なるほど、なんだ、すごい勢いでしたね。ナイス、ナイスでした。プレイしてる人も見てる人も大混乱だったと思いますが、まずは役職確認をしたいと思います。まずは人狼さん、人狼さん誰ですか？二人います。泉さんとあやめさんが人狼でした。はい、さあ、人狼チームの、仲間、裏切り者さん誰でしょうか？本物の占い師さん、そうなると誰でしたか？本物の占い師、あかりさんでした。そう、霊媒師さん、霊媒師さんは誰でしょう？霊媒師さん、はい、あまねさん。最後、騎士さん、騎士さん、はい、騎士さん、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ということで、大混乱の中、役職を知ってるゲームマスターですらどうなっているんだと。もうやだ、もうめっちゃやだ、無理。はい、ちょっと振り返ってみますね。はい、まずはその、みやこさんが思いっきりよく、私占い師ですって言ってました。
そしてみんなが、まあ、それを信じる、そういう中でゲームがスタートしました。霊媒師出た方がいいのかというふうにあかりさんが言ってましたが、結局霊媒師は出ない方向で村は進みます。そして、2日目に、あかりさんが私本物の占い師ですというふうに出てきましたが、みんなはそれをなかなか信じてくれなくて、あかりさんは一生懸命説得したんですが、なんと2日目にもうあかりさん本物の占い師をこの村は失うこととなります。やばい。ちなみに初日みやこさんを守ってグッジョブが出てます。ももさんがみやこさんを守りました。ただももさんはそれ以降みやこさんをもうめっちゃ信じる派になってしまいまして、強人だけど信じるって言ったところになってしました。いや、はい。そして、2日目ですね、みやこさんが占いで泉さんを白と言ったんですね。さんは狼じゃありませんって言った時点で、狼チームに、おら、みやこさんは偽物じゃないか、裏切り者じゃないかというふうに分かりました。しかし、みやこさんがアグレッシブでですね、あかりさんにジノーって出して、おやおやと。はい。そうなんですよ。ここね、今日はあかりさん、結構、辛かったと思いますが、ごめんね。仲間の泉さんからは票を入れられ、はい、裏切り者の宮子さんからは人狼と呼ばれ、ごめんね。もうね、もうあやめさんの困った顔がすごく、でも最後まで、ね、最終日まで生きていました。で、騎士いますかということで、ももさんが騎士で出て、あやめさんはここぞとばかりに、いや、本当の騎士は私だというふうに出てきました。でここで実は沙織さんと木更さんは気づいたんですが、親みやこさん破綻してないかと。破綻したんですよ。ですね。まあ、その前にその木更さんが人狼を出されて、まあ、バカって盛り上がった。ごめんなさい、はい、いやいやいや、でもう完全にみやこさんの中で人数がおかしくなっておかしくなって、はい、なので僕はみやこさんわざとその破綻をして連れにプレイをしているのかなというふうにも見て、そう途中でもうそうしようと思ったんですよ。はい、なのでみやこさんはあれ狼と裏切り者の数が違うぞっていうふうに気づかれたんですが、結局生かされてしまうという。そこで投票で絶対死ぬって思ったら生きちゃって、そうですね。はい、で実は最終日あやめさんはもう勝利が確定している状況でした。私が人狼です、みやこさん裏切り者と知っていますと、2人で票を合わせましょう、まあ、これはパワープレイと呼ばれるものなんですが、あやめさんが人狼だというふうに言えばもう人狼そこで勝利だったんです。そういうことですか。そういうことか。私も裏切り者ですって言えばよかったんだ。私とみやこさんのプレイが間に合ってなかったみたいな感じです。みやこさんからしてみると誰が本物の人狼か全く分かんないんですよ。え、嘘、私本物だと思ってたんですよ、人狼。はい、宮古さん目線は分かんないんです。私分かんないですよ、誰が何なのか。はい、はい、なのであやめさんが私が人狼ですと言えば、宮古さんがそうかそうか、あやめさん自身も宮古さんは裏切り者だと分かっていたので、分かってました、あなたは裏切り者でしょって2人で、じゃあ沙織さんに入れ続けましょうって言えば、沙織さんをパワープレイが本当にプレイができる瞬間だったんですね。そうなんですよ。そうそう、はい、なのでそれが気づければ勝てたんですが、気づくことなく宮古さんに死ぬという、はい、人狼ゲームとしては面白かったんですが、はい、ごめんなさい、はい、はい、という感じで、はい、いやでもすごいアグレッシブに出てきたので、泉さんも霊媒師で出てきたんですが、あれは言わない方がかなり人狼、はい、いやもういやアグレッシブなのはいいんですが、あそこで霊媒に出てきてしまったことでかなり村人の不利な状態にしていましたね。あそこはずっと我慢しててもよかったのかなというふうには思います。え、はい、その疑いをどうやってかわせばよかったのか分かんなくて、泉さんはあんまり疑われてなかったです。え、なんか最初にあれなんですよ、役割があるので殺さないでくださいって言っちゃったんですよ。あ、でもそれはやっぱりどっかで出てこようと思ったら出るタイミング逃しちゃって、はいはい、でもそれはそうやって言ったけど違いますもいいですし、なんか騎士とかに最後言うとこもできますし、
あそこで霊媒と言ったおかげでみんなから怪しまれてしまった、はい、そうですね、よくちょっともったいなかったなっていうふうに見てて思いました。はい、すごい難しいですね、MVP。 面白かった、面白かった、面白かったですね。はい、まあでもそうだな、最後陣を勝てたらね、これは宮子さん、あやめさんの勝利だったんですが、ちょっと今日は本当に難しいな、最後まで村人として残ってた、じゃあ沙織さんと青鳥さん、嬉しい、はい、あの頑張っていたのでね、はい、ありがとうございます。もう誰も信じられませんでした、はい、頑張って生きていたということで、最後まで生きていたということでね、そうしましょう、はい、本当ごめんなさい、はい、一田さんどうでしょう、こんな感じで、はい、素晴らしかったですね。いや面白かったですけど、アグレッシブでしたね。僕は知らないんですよ何も、はい、あ約束はね、はい、教えてないですね、もうずっとお客さん目線で誰だっつって宮古が強靭なのに占い師のところ引っ張るのすごいですね。いやすごい、見ないパターンだなと思って、いや素晴らしかったですね。なんかだって情報がないじゃないですか、はい、情報がない中で、情報がない中でよく適当じゃん、もうすごいなと思って、いやそれね、言ってるのをなんかすごい変な間を持って、こうなんかちょっと怖かったです。なんかやっぱ女の都にだけ、都は敵に回さないところって、都にだけは怖くないです。はい、はい、そんな感じですね。皆さんね、第3戦になりますね、これで、ね。盛り上がりましたかね、はい、第3戦、ね。はい、すごい盛り上がっております。よかったです。やっぱアグレッシブにどんどん役所が出てくる方が面白いですね。はい、あの、22進行で言って、まあ、占い師2人、霊媒師2人、騎士2人という。やっぱりいっぱい出た方が面白いですね。全員出たので。みんな怪しく見えた、本当に。はい、俺、青にゃんが人狼だったらもうやめようと思ってました。あれが嘘だったら俺は女性を信じられないと思ってなかった。大丈夫です。面白かったです、本当に。はい、皆さん、お疲れ様でした。次ね、もう一試合ね、もう一ゲームがありますけど、一部、はい、今のゲームでさよならの方、手を挙げてください。はい。そうですね。はい、じゃあ、バックの木更さんもね、お疲れ様でございました。はい、終わっちゃったの、もう。はい、泉ちゃんもお疲れ様。ごめんなさい、疲れ様でした。じゃあ、宮本さんだけちょっと、アフタートーク残ってですね、他の方はビデオチャットオフして、ちょっと休憩しつつ、次の試合に の準備をしてください。はい。はい、それでは、ちょっとアフタートーク、宮本さんとちょっとね、5分程度バイバイます。はい、お疲れ様でした。うん、いやー。これは行ったら行きましたね、宮子さん。いやもう、どう LINE で ね、約束が来るんですよ、あの、はい、あなたは何々ですって、はい、もうそれを、はい、見た瞬間また裏切り者かと思って、あ、そう、あのテストで一回あったんですよ、あ、前回か、初回です、初回も第1回も裏切り者で、第一戦ね、はいはい、そうです。で、いやもうどうしようと思って、うん、もうでも絶対同時に私占い師です、うん、いや私が占い師ですって出たらもう、うん、そのパターン結構よくあるし、うんうん、もう序盤から行っていこうと思って、うんうん、やったんですよ。序盤からずっと嘘ついてたってことだよね。もう本当に手が震えてあの夜の時間に飲み物を飲むときに、うん、そう、もう手が震えてで、このマイクに、うん、あの息が上がって、うん、はぁってなって、もう入らないようにずっとゲームやってて、あ、そんななんだ、全然わかんなかったけど、女優子はほら宮子さんさすがでした。いやいや、めちゃくちゃ怪しかったよ、大女優って書かれてます。超ポンコツでした。しかも市民を勝たせちゃうという、あれね、あやめちゃん人狼って言った時のタイミングがすごかったね。もう一回見たいわ、あの瞬間のあやめちゃん。いやもうこれ絶対あやめが人狼だってなった時にどうしようどうしようと思って、正解っていうね、弾けなくなっちゃって、うわーと思って、私ちゃんももさんが人狼だと思ってたんで、俺もちゃんもも人狼だと思ったんだけど、消された瞬間に嘘でしょって、嘘でしょって思って、あ、そう、どういうことって思って、いやびっくりしました。あんな純粋に信じてくれたのにね、宮子、あ、絶対人狼だと思ったのにまさかの結構あの潜み型でしたね、今回、あの控えめな人狼。
あ、人狼チームがね。人狼チームが。うん、そうだね。で、うん、私が逆にアグレッシブに行きすぎたので。そう、でも、強人ならもっとね、早めにね、なんか、追放されそうだったけど、本当に。いや、意外とみんなが信じたんですよ。でもさ、本当に。占い師でもね、襲撃されるのに なぜだろうと思いつつ、絶対人狼だと思ってたけどね。ああ、怖かったです。いやー、お疲れ様でした。はい。はい。本当に。マイカ・ミヤコさんはですね、舞台を中心に活躍して見てる方、ね、こんにちは。劇団ディアステージの。はい。昔、あの、ディアスターズっていう、すごい、2年前ぐらいまでそこにいたんですけども、2年前ぐらいに劇団ディアステージという、あの、今いる松田一大さんが、演出をやっている劇団にですね、はい、最近 DSPM の朝日愛ちゃんと柏木椎名ちゃんが新メンバーで入ってくれて、はいはい、人数が6人に2人から6人につい最近増えた劇団ディアステージ初の劇団をやっています。そうですね、劇団ユニットというかね、はい、そうですね、なんか歌ったりもするんですよね、たまにね。そうです、今年の初めにディアステージのワンマンライブ、店舗のディアステージワンマン、うん、川崎チネチッタ、ね、クラブチッタでやったやつに、うん、なんかアトリーチェっていう、うん、あの雛形ういっていう、うん、オカルト研究会、オカケンをやっている子と一緒に、うん、あの2人でユニットで出たりとかしました、うん、してました。そうですね、アトリーチェがねそうそう、アトリーチェというユニットで、ね、はい、運動もやりつつで、そうなんです、活躍中なんでね、あの、はい、僕らも今劇団ディアステージであのあれですよね、配信してますよね、劇団ちゃん。あ、そうなんです、そうそう、あのそれを宣伝をねして、はい、はい、これはあの皆さんニコ生でチケットを買って見てくださっていると思うんですけど、なんとあの劇団ちゃんという劇団ディアステージの YouTube チャンネルをやっていまして、視聴が無料で見れますので、メンバーが私、前川美和子と雛形うい、と白水さくら太郎さんが最近改名しまして、桜町太郎さんっていう名前に改名した、ね、はい、白水さくら太郎さんという先輩と、はい、あと、誰だ、アリリ、ベボガの、元ベボガのアリリと、うん、椎名と愛ちゃん、うん、はい、美浜ありさちゃんとの6人で、あと、一大さんが MC 的なポジションでですね、そうですね、あの、いろいろ回してくれながら、うん、なんか、ゆるめの、バラエティ番組をやりたいみたいな、はい、番組、ただただなんだろう、食レポとかね、コンビニの食べ物を食べて ね、食レポとか絵を描いて、絵描き歌を作ってみたりとか、うん、なんかゆるっとやっているので、で無料なので、もしこれを見ていてなんか面白いなって思ったら見てもらえたら、はい、興味を持ってもらえたらね、そうです、なんか本当に、うん、なんて言うんですかね、本当に一番ディアステージ内で雑草出身みたいな、なんだそれあの泥まみれで頑張っているのでね、見てもらえる人が増えると嬉しいですよね。泥まみれってどういうことだよ頑張ってるのでね、なんか、まあ、日陰が、はい、日陰のね劇団チームだったんですけどね、そうなんですよ、頑張ってますからね、なので見てもらえたら嬉しいです。ですからね、うん、はい、うん、そんな感じですけどもね、あの今日ね大活躍した前川美和子さんでございました。はい、前川でした、はい、でこの後も、ね、この後の戦いもぜひお楽しみ、はい、楽しんでください。はい、はい、ね、ありがとうございます。ぼちぼち、ね、切り替わりますのでね、バイバーイ、次は、そうですね、太郎くんが入ったり、小泉洋ちゃんが入ったり、リリガ騎団の水木ちゃんが入ったりねしますので、ぜひぜひあのもう少ししたら始まりますので、ごゆっくりあのお待ちくださいませ。それでは僕も一時休憩させていただきます。お疲れ様でした。